マスカラに入ります。まず中央の部分にブラシをかけて、次に根元まできちっとしっかりロールし、中央から目尻にまつげ一本一本を染めるような気持ちで、このようにブラッシングします。目尻は斜めにロールすると、目を大きく見せることができます。目頭は縦にブラシを使い、鼻の方向に向かってロールします。最後に中央のまつげをブラシして終わりです。